今日の日付は2月の26日、2019年です。ですね、録音ブログでヒーリングではありませんが、今回の題目は、クォンタムレゾナンス、エネルギー瞑想の手引きに関する内容です。ライト、異星人様遠隔ヒーリング、今やっているものは4つのカテゴリーがあります。異星人様ヒーリングから始まり、ライトボディアクティベーションに進み、古代エジプト神様ヒーリングが入り、で、古代ギリシャ神様ヒーリングの、まあ、4つが同時に進んでいるんですが、ET ヒーリングはちょっと今のところ、一休みで、ET ヒーリングとライトボディは重なるところがあるんで、基本的には、ライトボディアクティベーションは ET ヒーリングの延長線なので。で、この、まず説明し、これ一体どういうことなのかわからないこと、わからない方々が多いと思うので、わかりやすく可能な限り説明してみたいと思います。日本語は変ですよね、もうすでに。まずは、今までの、その、瞑想の、誘導瞑想的な、精神世界を、こう、いろいろ多角的にやってる方は、誘導されて瞑想していくと、頭の中でイメージを作りの、テーマができいの、で、それで、瞑想を進んでいくという方法が、まあ、かなり一般的になってきましたね。で、そこではなく、もっとこうエネルギー重視にフォーカスを当てて、じゃあエネルギーと一緒に瞑想していくっていうのはどういうことなのかっていうことを説明してみます。エネルギーが薄、浅い状態で瞑想をするのと、エネルギーの密度もしくはエネルギーのボリュームが高いところで瞑想するのでは、瞑想の進み方が違うんですね。ダイナミクスがかなり変わります。これは私、いろいろと、瞑想の現場に出かけ、瞑想のグループがいろいろあるので、瞑想のいろんなところに出かけ、どういうふうに瞑想するのかと、ことをちょっと実験っていうか、その場に行って、で、まず、その、進み方っていうんですかね、ベースのところを、体験し、で、次のステップとしては、じゃあ、エネルギー的に何もせずにそのまま行っちゃうケースと、では、その、瞑想会の中でエネルギーを作っちゃって瞑想するとはどういう違いが生まれるのかっていうのをちょっと実験してきたんですね。で、今、これからでもやりますけれども、明らかに反応が変わりますね。ものすごく変わります。普通の状態、エネルギーの浅い状態で瞑想を進めると、それなりには行くんですが、すごくこう、なんて言うんだろう、素通りしちゃう的な、空回りしちゃう的な、だから行きたいところまでなかなか行けないと。で、そこでエネルギーを作りの、エネルギーをバッファリングっていうか、アンプリファイ、なんて強調するっていうか、どんどん増やしの、だからその瞑想空間のエネルギーの密度を上げれば上げるほど、その瞑想の、まあ、どれがどのような誘導瞑想であれ、その瞑想のクオリティがもうはるかに、こう向上すると。で、場合によってはそのヒーリングっていうものがもう自然に起きちゃう。先週だったかな、日曜日の瞑想会、約40分ぐらいのものだった。それも何度も言ってるからどういうものなのかは分かってたんですが、じゃあもうちょっと本気でエネルギーバッファリングをしてみましょうと。で、エネルギーバッファリングをやって、で、空間そのもののエネルギーの密度がダーッと上がっていくから、もう誘導瞑想をしてる人もどんどん意識が薄くなる的な、しどろもどろになっちゃう的になっちゃうわけね。で、一生懸命彼女は誘導していたんですが、で、その空間的にエネルギーの密度がこう高くなっていくから、普通の意識の状態からよりこう別の意識変容の状態になってしまうと。で、そこで、
いつものように、まあ、誘導瞑想することが難しくなっちゃうわけね。それでも一生懸命やってましたけど、途中で気がついたのは、その、エネルギー的にバッファリングしている、その、集約点というか、例えば首の後ろとか、ハートとか、そういうところをやっぱり自動的に認識し始めちゃうんですよね、その、ファシリテーターの方が。で、その誘導も、その、例えば首の後ろ、なんでかわかりませんけど、首の後ろみたいな話になりの、ああ、ちゃんと情報としてはゲットしてるんだっていうことで、興味深い体験でしたけど。で、ポイントは、エネルギーの密度が浅い状態でやるよりは、エネルギーの密度が高い状態でやった方が、多角的に、その変容っていうか、もしくはヒーリングですよね。が、こう、スムーズに起きていくと、もしくは簡単に起きていくと。普通だったら一生懸命瞑想してもいかないところに、密度が高い空間でやると、そこに簡単にダンと入れるようになると。で、そこで自然にエネルギーが、まあエネルギー体から肉体からも多角的にどん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 伝達されの、その中で起きるべきことがよりこう、簡単に楽に起きていくってことなんですね。で、ここで、争点はエネルギーを作ることができるかできないか。だからエネルギーを作ることができれば、それをさらに強調させ、バッファリングさせ、拡大させ、強めの密度を上げのをし続ければ、ある一定のエントロピーに達したときに、エネルギーの周りがガン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 良くなるの。で、そのエネルギーはエネルギーを生みの、で、さらに生みの、そのエネルギーを作って、使って、もしくは使われ、自動的に使われ、サーキットが開きの、整いの、クリーニングが起き始めのってことが、まあ、ナチュラルに起きていくんですが、ここで、その、エネルギーを作れるか作れないかっていうのが、まあ、巨大な鍵であると。でも、このエネルギーを作るっていうのを教えているのがエネルギー基礎コースなんですが、で、そのエネルギーを作れるようになると、そのエネルギー次のステップとしては、エネルギーを使って何を達成したいか、例えばヒーリングなりクリアリングなりシステムをどんどん、自分というシステムをどんどん調整しの、回路を開きの、壊れたところを直しの、歪んでるところをまっすぐにしのってことが可能になる。基本的にはエネルギーを使えるようになれば、次の段階としてはそのエネルギーを使ってことをより効果的に無駄なくこう進めていくことができると。だから自分を変えるということが、より内側から変えるという意味で、自分を内側から変えて、別の最もこう自分が目指している理想的な自分の状態に引っ張り上げることが、よりできるようになっていくわけですね。で、それを今の段階では、とてもそのエネルギー密度の低いところでやるから、やっても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 かなり時間がかかってしまうと。で、そこで、その、異星人様ヒーリング的には、これはもう ET 様にちょっと接続して、じゃあ ET 様的に、エネルギーをもうガン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 落としてもらい、その、密度を上げて、その上げるために、どこをどうすればいいかっていうところを、それぞれの ET 様的に、助けてもらう的な。それぞれの ET 様で、やっぱ波動も違えば、考え方も違えば、その周波数も違うし、デザインも違うので、それぞれの、まあ、いいところ、ベストのところをガン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 落としてもらって、まあ、エネルギー的なサーキットをどんどん改良していくと、アップグレードしていくっていうのが ET ヒーリングの、基本ですね。例えば、アークチュリアンだったら、ブルーダイヤモンドとかホワイトダイヤモンドとかありますが、
ブルーダイヤモンドがこう降りてきたときに、ブルーダイヤモンドの波動っていうのが、ブルーダイヤモンドがなすべきところをやるわけね。もう基本的にブルーダイヤモンド的には、ライトボディのその、全域をもうガン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 クリーニングしちゃうと、クリアリングしちゃうと。で、より微細な状態にこう引っ張り上げると。で、その、中でサーキットがどん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 クリーンになり、細かくなり、と起きていくわけね。で、まあ、ホワイトダイヤモンドとブルーダイヤモンドの違いっていうのは、まあ、スペクトラムの違いだから、どっちがどっちがいいということではなく、単純にそのフリクエンシーとか周波数が変わることで、その波動もしくはエネルギーが、働く領域がちょっと微妙に変わってくると。で、これがプレアデアになっちゃうと、プレアデアの、まあ、ライムグリーンレイは、アークチュリアンよりももっと、ソフトな感じ。アークチュリアンは人によってはすごい強い感じがするかもしれないですね。ダイヤモンド波動っていうのは。だからプレアデアになっちゃうと、もうちょっと丸くなる的な。で、働き方的にはもうちょっと、エネルギーボディとかエセリックボディに近いところで物が起きてきますが、で、これがシリアンとかになると、シリウス星人とかになっちゃうと、ノンオーサーとかになっちゃうと、もうハイドロブリスとかになってしまうと、クリーンアップっていうか、クリアリングがもうガン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 進んでいっちゃうと、もうとにかく、オキシジェネーションっていうか、なんていうんですかね、酸素の入り方まで変わってきちゃうとかいうことが起きちゃうんですね。で、とにかく、まあ、ET ヒーリングの場合も、まあ、全部で今何、20分、40分ぐらいあるかもしれませんね、もしかしたら。で、これは、基本的には頭で何かをイメージする必要はなく、録音されている波動と周波数にチューニングをして、そこと一緒にこう瞑想という時間、例えば40分なりっていうのを、過ごすと、その中で、まあ、ヒーリングなり、クリアリングなり、アライメントなりっていうのが、自動的に起きていくっていう類のもので、まあ、基本的に、言うとの部分はあんまりないですね。で、とにかく、まあ、一緒に瞑想、エネルギー瞑想的に瞑想していけば、その時間の中で、エフォートレスにことが進んでいきますよ、世界。で、ライトボディもその延長線上ですね。ライトボディの場合は、ライトボディの構築っていうか、どういうふうに育てるか、作るかっていうところを段階的にやっているわけですが、これも全く同じで、メンタル的にちょろちょろと入ってはきますが、もしくはポスチャー的に、ヌードラとか入ってきますが、そこを必ずしもやらなければいけないというわけではなく、もうその録音の中にデザインから周波数からエネルギーからが含まれているので、ただそこと一緒に、まあ、約40分から50分間瞑想していけば、まあ、ゆっくりゆっくり落とされていくと。で、そこが基本ですね。で、これは古代エジプトの場合は、まあ基本的にエネルギー瞑想で、エネルギーがどん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 やってきますと。で、そのエネルギーに任せちゃって、あとはもうどんどん任せの、夢の、動きのをやっていけば、エネルギーがゆっくりゆっくりとその全体性の中で変容に向かって引っ張り上げていってくれると。で、古代ギリシャも全く同じコンセプトですね。そこで、あんま考えない方がいいというか、とにかくもう手放しの、自分を高いところに連れて行って、ボディそのもの、だから土台ですよね。土台のところをよりクオリティとか理想的な状態に引っ張り戻すと。で、そこでそのマインドをあまり介入させない方が、マインドそのものがバリアになっているよりは、もうマインドをガンガン外しので、土台を組み替えの、土台が組み替えていく段階でマインドが後追いかけでその再構築されていくっていう、マインドを先に立てて変えるのではなく、その土台、マインドを作っている土台のところをもう先に変えちゃって、で後からマインドが変わりますよっていう世界が、
すべてに共通することですね。で、手引きとしては、というか再生すると、で、一応基本的にはこれもシリーズ的に、ゆっくりゆっくりと、ステップ1、ステップ2、ステップ3的に来ているものなので、ランダムに再生するよりは、日付の古い部分からやることを勧めますが、で、この時に必ずしもそこを一生懸命頭で理解しようと、頭で追いつこうとする必要はありません。なぜなら、特に波動に慣れてない方、その全部の工程にがこう入ってきてない方は、多分最初の段階で意識が飛びます。これは統計的に感想を見てる限りでは意識が飛んじゃうんですね。途中で白くなって気がついたら終わってましたと。終わる時に意識が戻ってくるわけね。だから例えばその始まって5分ぐらいでガッと意識がなくなって意識が戻ってきたら、あ、もう終わってましたってことは普通にありえます。で、意識が飛んでいるからといって何も起きてないのではなく、その意識が飛んじゃった方が受け取りやすいから、意識が、その、ハイヤーのところが意識をどうなって、切り離しちゃうだけで、そのエネルギー的にはその土台の肉体的な部分、もしくはエネルギー体の部分とか、もっと微細なライトポジションの部分では、物事は進んでいくんですね。で、とにかくさ、まあ、エネルギーを流しの空間に、それが自分の寝室であろうが、リビングであろうが、その、自分のボディが、まあ、ボディが中心ですよね。それぞれ個人の軸はボディのとこ、置かれているところなので。で、ボディがある空間にエネルギーがどん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 共振を始めの、エネルギーが作られ始めの、ダイナミクスが変わり始めのことが起きるわけですが、で、意識がなくても、その、音さえ流して、録音さえ流していれば、その空間で必要なことが、まあ、起きていくんですね。でも、マインドは、その、飛んじゃってるために何が起きたかを理解できないと。で、それでちょっとこう、ああ、みたいな感じで、こう、なんていうのかな。そこにレジスターというか、そこがしっくり来ないために、そこに重きを、まあ、見ないのかもしれないですね、顕在意識的には。ただ、感想的には、やっぱり再生を繰り返していれば繰り返している方の方が、より、進んでいるし、より落とし込まれているし、例えば反応が全くなくなるまでやってる。例えば、京子さんとかは。とにかくしつこくしつこく延々に流し続けるの。だから仕事をしながらでも何か、もうとにかく部屋にずっと流れている状態だと。だから聞いてなくてもいいんですね、はっきり言ってしまうと。で、時々その聞いてみーので、聞いてる中で意識が薄くなりーのっていうのは、多分その時の状況によると思いますが、意識が薄くなってもそこで何かが起きてないわけではなく、ちゃんと別のところで落とし込まれているので、そこも考えずに。で、慣れてくると、その起きていられるようになると、意識を保って、その50分なり40分、45分なり50分なり55分なりっていうのをこうスルーすることができるようになるんですね。今でも気がついたら10分でもうどっか行ってましたっていうのが起きるので、だからこれはやればやるほどこうマッチングが起きていって、そこにこうステイできるようになっていくんですね、ちゃんとやれば。で、一回聞いたからだ、それでよしっていうことではなく、潜在意識的にはもうガン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 落とし込まないと、頭の、一回聞いたから頭は満足したとしても、他のところが満足してないっていうか、そこの方が変わりきれないと、また元に戻っちゃう的な。で、どこまで落とし込みたいかは、やっぱりその反応をよく観察して、で、意識が飛ばなくなると、もしくはその自分録音を再生する中で反応が出てこなくなると、最初はどんどんリアクションが起きてきます。リアクションがエネルギー的にリアクションを起こしていくので、そのリアクションが作られ表現されので、そこでエネルギー的にも肉体的にも、もしくは細胞と細胞の間のエネルギーの動き方とか進み方とか変わっていくわけですが、で、反応が
少なくなればなるほどエネルギーが通っていくんですね。で、瞑想の中で、っていうかその手引きの中で、形が消せと。この形っていうのがよくわかんない人もいるかもしれないので、ちょっと頑張って説明してみますが、反応が出てくるときに、例えば肝臓とかって、肝臓とかっていうのは普通は感覚的にはその状態を把握できないものだと定義されてますが、医学的には。だから肝臓の状態を感じることはできないというのが医学的な感覚。でこれ頭の中も全く同じですね。脳の状態を感覚的に把握することはできないと言われてますが、嘘です。できます。エネルギーの密度が上がれば上がるほど、エネルギーが伝達されば伝達されるほど、エネルギーを使えれば使えるほど、その状態をより深いところまで意識がこう入っていけるようになると。例えば心臓とかだったら、心臓には弁っていうものがあり、バルブのところね、その弁のところまでガーッと入っていけるようになるわけで、その状態を感覚を通じて、その動きからリズムから色とか艶とかそういうところまで取れるようになる。で、まあ、そこでどれだけエネルギーをが増えてる状態、エネルギーのボリュームがある状態になればなるほど、エネルギー的な密度が上がれば上がるほど、その奥の奥の奥のところまで意識をこう引っ張り込めるようになると、連れていけるようになると。でその状態を感覚にを通して認識できるようになると。でその感覚を通じて映像化、例えばその心臓の状態とか映像的に撮れるようになるわけね。クレアベアンスの合体させちゃえば。でポイントはそのエネルギーを作れるか作れないか。でエネルギーを作れるようになると、そのエネルギーを使っていろんなことができるようになると。でエネルギーをというか、エネルギーを作りの増やしので、次にエネルギーとコミュニケーションができるようになりので、そのコンセンサスを通じて、どこをどういうふうにアップデートしたいか、もしくはヒーリングしたいかと、理想的な状態に戻したいか、もしくはより進化した状態に組み替えちゃいたいかということができるようになるわけですね。で、異星人様ヒーリングのライトボディでも、古代ですね、黒代ギリシャでも、これはもうエネルギーを作る必要はないと、もうエネルギーが一緒にどん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 やってくる。エネルギーをどんどん落としている録音なので、別にその聞いてる皆さんがエネルギーを作るっていう方法を知らなくても、エネルギーとそのプロセスっていうんですかね、工程とそのデザインなり進み方なりっていうのがもう同時に一緒に来ちゃうわけで、単純にそれを投資のでね、もう意識が飛んじゃう場合は置いといて、意識が溜まってる方は、それと一緒になりの、で、あんまり干渉することなく、とにかくエネルギーを通しさせていくと。で、周波数を通しさせていくと。そうすると反応が起きていくと。で、反応が起きたら反応、ここで反応してますよっていうことを認識が起きるわけね。例えば、痛いとか、冷たいとか、熱いとか、鼻が歪んだ感じがするとかいうふうに、ボディそのものが、その健在意識のところに、今ここはこういう状態ですよということを送ってくるわけね。でそれを認識しちゃえば、あ、ここはこういう状態なんだ今は、とこういう形で物事が進んでいるんだということを認識するだけで、そこにまたエネルギーが行きので、またことをどんどんさらに進めていくわけ。なのでなんて言うんでしょうね、ヒーリング技術としてどこをどうすればいいかっていうことを頭で分かっていなくても、エネルギー的には自然にその行くべきところに行ってやるべきことをどんどん成していくんですね。でそこでそのどこまで手放せちゃうかと、意識をどんどん離しの手放しので意識がとより届きにくいところまでエネルギーがこう届かせることができるように、まあ徐々に徐々にまあ掘り下げへの、エネルギー的に意識的に掘り下げへのではなくて、エネルギー的にどんどん掘り下げへので、その奥の奥のところまで行って、そこのその構造そのものっていうか、あの状態をより理想的な状態に引っ張り戻すと。
例えば再構築しちゃうっていうのが、まあ、ベースですね。なので、まあ、エネルギーを通し続ければ通し続けるほど、そのトランスフォーメーションが進んでいきますよと。で、特にライトボディに至っては、あれは、人間のマインドを超えたところのものなので、頭で考えてデザインできるものではないですね。で、進んでいけば進んでいくほど、よりデザインが多角的になりの、多重になりの、多次元的になりので、それをマインドで説明しなさいっていうのはね、ナンセンス。私でも絶対できません。私にあれをデザインしろっていうのも絶対無理です。なので、なんかもうお任せで、それでもうガンガンやってくださいっていう、もう丸投げしちゃってる状態。で、一遍体験してしまって落とされれば、その、より思い出すということで、思い出すことができれば、それを思い出すことで再現できるようにはなっていくと思いますが、その、コンセプチャリーに、こう、まだ落とし、普通、一般的に落とし込まれてないものを落とし込んでいる段階なので、それを意図的に作れって言われても多分できないでしょう。で、そこで、ポイントは、人間を超えたところに行こうと思ったら、人間と超えたところから働きかけてもらって、そこに一生懸命引っ張り上げてもらうしか方法はないっていうことなんですね。はっきり言うと、人間を超えてるところに行きたいんだったら。で、例えば ET ってことに近づきたいとか思ったら、ET になるためには、ET のとこから、その、デザインなりエネルギーなり周波数なりっていうのをガン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 落としてもらって、そのマッチングを高めてもらうと。で、その多くは、まあ、人間の知識なり、波動域なりエネルギー域なりを超えているから、人間的に頑張ってもなかなか追いつかないと。で、そこでクォンタムコンタクト的に、まあ、全てはレゾナンス、だから共振ですね。共振、エネルギー的に共振が大きいの、その共振を通じて、コヒエランスっていうか同調が大きいの、シンクロニシティが起きると。まあ、シンクロニシティっていうのは違う、シンクロが起きると。同調される、同期されるってことね。で、同期される中で、その人間側がもっと工事側のにどん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 引っ張り上げられていくっていうのが基本的なコンセプトで、その、何度も何度も言いますけど、密度が、エネルギー的な密度を上げれば上げるほど、上がっていけば上がっていくほど、それに沿って自然にトランスフォーメーションが進んでいくんですね。で、まあ、単純に言ってしまうと、ET ヒーリングも、ライトボディも、古代エジプトも、古代ギリシャも、これもエネルギー瞑想だと思って、そこ、その録音と一緒に瞑想していけば、エネルギー的な変容から、肉体的な変容、とかその、例えば、免疫とか、ホルモンの流れとか、神経伝導とか、それの土台のところが、整いの、より理想的な状態に引っ張り上げられていくっていう世界なんですね。だから、まあ、エネルギー瞑想として、ちょっと唱え直して、で、録音を再生しながら、そこに録画されているというか、録音されているエネルギーと周波数と一緒に瞑想をやっていけば、その中で反応が作られ、その反応をどんどん通り越していくと。通り抜けていくと、ゆっくりゆっくりと、ゆっくりでもないか、かなり急速、かなり早く変わっていくことができますよっていうのが、今やっている ET ヒーリングとライトボディと古代エジプトと古代ギリシャで、まあこの先にもいろいろやるかもしれませんが、これが基本的なダイナミクス。で、何度も何度も言いますけど、頭で理解しようと思わない方が早く進みます。頭で理解しようと思うと、そこでバイアスがかかっちゃうのね。だからどんどん意識をどんどん高いところに上げていって、その反応を達観的に、リアクションの中に入っていかず、リアクションから離れ、そこでこうスルーしちゃう、ビューするだけ、眺めるだけで、その、
別のところではエネルギーが通っていき、そこにバイアスがかからなければかかならないほど。で、バイアスっていうのは、例えば意識がそこにダーッと降りていって、それをなんとかこう理解しようとか、把握しようとか、止めようとか、逆らおうとか、いろいろやるわけね。その意識的に、無意識、まあ、無意識的に意識はあるんですけど、無意識的な傾向でそこにストップをかけようとしちゃうと。でそこでバイアスが生まれるので、そのエネルギーが通っていかなくなっちゃう。だからまあインドで考える必要はありませんってことなんですが、で、感情的な反応、例えばエネルギーが出てくるときにもう大体多くの方はそれは怖いので止めようとしちゃうと、引っ張り戻そうとすると、押し込め戻そうとしちゃうのね。でそこでそこをもう手放しなさいと、どんどん離れて離れて離れていって、そのとにかく通っていって、流れていってリサイクルされればいいものを、そこをしがみつきの押し戻そうとするから、そのリサイクルのところまで届かないっていうことなんですね。だからそこで離れなさいと、手放しましょうと、任せましょうと、はい、もうどん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 離れて離れて、どんどんガンガン自動的にやってくださいっていうのが、これがポイントなんですが、でここでマインド的には、こう、読んで理解するとか、そういうふうにトレーニングされてるから、理解しなきゃいけないと、あれは簡単での思い込み。で、理解、読んで記憶するっていうことと、読んだことが実質的に落とし込まれて、体験を通じて、そのもっとリアルに、360度的な体験になっちゃえば、その体験そのものがもっと立体的な理解につなげてくれるわけですが、マインドでこう覚えたと分かった気になっても、そこが360度そのどこの奥行きまで届けられているかによって、なんていうの、結果が変わってくるっていうんですかね、状態が変わってくるんですっていうんですかね。これは 何回かの録音でも話してますが、本を読んで分かった気になっても他のところは分かってないから、そのマインドの領域から出ていけない。マインド的には分かっていって もう潜在意識的に、例えばボディのレベルが分かってないとか、感情的なレベルが分かってないとか、もしくはハイヤーな部分とマインドの部分がコンセンサスがつながっていないと、こうバラバラに動いちゃうということが起きていくわけですが、で、ライト、まあ、この、まあ、今のコンタムレゾナンス的にはそこを全部つなげの、まとめの、直線化シーンの、で、コミュニケーションよりとど、連動するようになると、すべてのところが、例えば、ハイヤーな部分とミドルの部分とローアーの部分が同じところにちゃんとこう揃って、こう、束ねられるように、特にライトボディの場合は、それがそこを目指して、進んでいるものなので、頭で理解して、頭を超えたところで理解が始まり、その後で頭の理解が起きてきますよっていう世界なので、何度も言いますが、考えても仕方ない、ぐにぐにぐに考えない方が、当たったか立ったか言っちゃいますと。でエネルギー的に立ったか立ったか作り変え のヒーリングを置くいいの、整理整頓しいいの、クリーンにしいいの、アップグレードが入りいいのっていうのが、まあ多角的に起きていくわけですが、もうポイントは、これはもうどん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 流しの、で、今一緒に、まあ時間があるときは、まあそこに入っていて、瞑想シーンの、堪能シーンの、落とし込みのをやれば、さらに進むということで、手引きとしては、やってみたらどうですかとしか言いませんね。やってる人は答えは出てきているので、やるかやらないかが違いを見ますよということです。で、これはもうマインド的にも、マインドフルネス的にも、大脳生理学的には、行動療法というのがあるんですが、行動を起こし続けると、例えば毎日散歩をし続けると、まあ散歩っていうのを全部が、こう、アダプトっていうか、受け取り始め、その散歩するっていうことを普通にしちゃうのね。で、その習慣になっちゃうと。で、習慣っていうのがその動き始めてサイクルになって、それがどん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 進んでいくようになってしまうと。で、そこで、まあ、習慣化づけるっていうことを、習慣になっちゃうわけね。作られちゃうわけね。
だから、やればやるほどそれが習慣になり、で、続ければ続けるほどそれが落とし込まれ、で、その先に、感情的なり、マインド的になり、まあ、スピリチュアリー的にも、その変容が引っ張り出されてくると、もっと、あるものが出てくるっていうか、インテグレーションされるとか、統合され始め、それが表に出てくると、で、より認識できるようになると。なので、エネルギー瞑想として、時間のある時に、まあ、入って、堪能する、もしくはそこに時間がない場合は、寝ている間に流し続けると、寝ている間にもエネルギー的にはボディがどん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 それを整って、それをガンガン処理していくので、マインドが落ちている状態ね、意識が落ちている状態の中でやるから、その方が賢いかもしれないですね。で、音だけちょっとこれボリューム的に言うと、ボリュームが大きければいいのか、小さければいいのかって、これあんま関係ないみたいですね。で、流しといて、耳栓して、ちょっと、音が出てるから、うるさい場合は耳栓して寝るとっていうのがいいかもしれないね。私はやるときは耳栓して寝ますね。ちょっとやっぱりいくらボリュームを下げててもやっぱ入ってくるから、頭の中に。で、耳がそれを自動的にやっぱり追おうと努力をしちゃうから、私はやりたくなくても耳が勝手にやっちゃうから、もう耳栓して、で、もう眠りに入ってしまえば追ってないわけだから、で、ね、まあ、夢の見方とかも変わってきますが、必ずしも本を読むように、ライトボディなり異星人様なり古代エジプトギリシャを理解する必要はないです。理解のために、理解を起こすためにというよりは、変容のための、まあ、ツールとしてのものなので、それで変容が起きていけば後から理解はついてきますよとの世界なので、まあ、エネルギー瞑想として一緒に瞑想してみてくださいっていうのが最も妥当なことかもしれませんね。ということで、今回はクォンタムレゾナンスエネルギー瞑想の手引きに関する内容でした。ということで、またなんかこういろいろ考えて可能な限り消化できやすいようにいろいろ多角的に挑戦してみたいと思います。ということで、それではまた。